生魔隊の照明は、ミケランジェロ・メリージダ・カラバジョによって1599年から1600年にかけて制作された絵画。ローマのフランス人管轄協会さん、ルイジデ・フランチェージ協会内のコントレー制度に掲げられている。カラバジョにとっては公的な場でのデビュー作、かつ出世作であり、美術史上では、バロック美術への扉を開いた記念碑的作品である。 カラバジョに制作を依頼したのは、フランス人のマトゥー・コンテレース・ウキキであり、依頼者の名前の聖人であるしと、マタイの孤児を題材にした絵画が描かれることになった。当初カラバジョ以外の別の画家が制作を行う予定になっていたが、当人が多忙を理由に断ったためカラバジョが引き受けることになった。本作品は、聖マタイの殉教及び、聖マタイの霊感との連作であり、 聖マタイの殉教とは体を成す作品になっている。公開された両作品は代表版となり、一目見ようと人々が教会に殺到した。本作はマタイによる福音書級章級説にあるイエスが修正書で働いていたマタイに声をかけ、マタイがイエスの呼びかけに答えてついていったというマタイの証明の記事をもとに描かれている。長らく中央の自らを指さす。 ヒゲの男がマタイであると思われていた。しかし、画面左端でうつむく若者がマタイではないか、という意見が1980年代から出始め、主にドイツで論争になった。未だにイタリアでは、真ん中のヒゲの男がマタイであるとする認識が一般的だが、ヒゲの男は自分ではなく、隣にいる若者を指差しているようにも見え、カラバジオ作品では、人差し指は、 第三者を指す場合用いること、ヒゲの男は金を支払う手つきをしており、若者は右手でその金を数え左手で財布を握りしめていることから、この左端の若者こそが、聖マタイであると考えられる。画面中では、マタイはキリストに気づかないかのように見えるが、次の瞬間使命に目覚め立ち上がり、あっけに取られた仲間を背に殺うと立ち去る。 そのクライマックス直前の緊迫した様子を捉えているのである。本作の最も大きな特徴は光と影の大きなコントラストである。窓から差し込む光に照らし出された人物が立体的に描かれるとともに画面に奥行きが出て劇的なシーンを描くことに成功している。本作もカラバチオの他の作品同様登場人物が古代の風俗ではなく、 同時代の装束を着て、一見風俗画に見えることにも特徴がある。ありがとうございます。